33人もの南相馬の皆さんが、原告の皆さんが、いらっしゃっています。去年の12月、特定避難勧奨地点が解除されました。しかし、それにつきまして住民の方は誰一人賛成はしておりませんでした。特定避難勧奨地点のその基準が20ミリという高い数字においては、我々は本当に納得することもできないし、またそれを継続するというようなこともできないと思っております。中には子供を抱えた私たちのようにおばあちゃんとか結構いますけど、私たちは少しでも子供たちを守るために、もう少し下がるまで解除をしないでほしいということで、この会を訴えることにしましたので、これからも応援よろしくお願いします。年間20ミリは高すぎるよと、原発作業員の基準と同じじゃないかと。我々は防護服を着てですね、マスクをして長靴を履いていなきゃいけない状態なんだと。そのような形の中で解除はとても許せないし、現実的にそれですか、チェルノブイリもう現在いろんなことを証明が出るんですね。それが20年後30年後、今向こうはもう30年過ぎてるんですが、いろんな障害が出てると。それとまた我々この南相馬市としても、いろんな白血病や、いろんな喉頭がん、甲状腺かなり出てるんです。ただそれも お医者さんの話によりますと、その原因が定かでないというか、はっきり放射能の影響かどうか分かんないと。でも影響があるかも分かんないということね、どうでも分かんないと。本当にこれ、ここで黙っていたならば、これからの私たちの子供や孫やね、あるいは70人もどうなのか、それに対する責任があるということで、皆さんにご理解をいただきたい。そんなことで今、裁判に踏み切ったわけです。時間はかかりますけれども、限りない一つ応援をお願いしたいと、こんなことをお願いいたしまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。本当に今日はありがとうございました。